最近どうよ。マッチングアプリやってみようと思って最近探してるんですよ。それでお、いいじゃん。お前もやっとやる気になったか。はい、それで昨日も会ってましたね。どんな人だった？その人は外人さんでした。え、外人？いやー、綺麗な人だったな。また会えるといいな。おい、ちょっと待ってくれ。お前今なんつった？だから、その人は外人でしたって。もう我慢の限界だ！さっきから、外人外人って一体どういうつもりなんだよ。え？俺は、もう、ゴリゴリなんだよ。なんでいきなり切れるんすか？一体どういうこと？外人って一体どういう意味だ？あ？ね、日本にいるのに、外の人って一体どういう意味だよ。一体いつまで、そうやって彼らを、よそ者扱いするつもりだい？別によそ者扱いなんてしてないよ。外国人のことを外人って言ってるだけだよ。だが、お前の言う外人って一体誰なんだよ。昨日来た観光客のことか？あ？それとも10年以上日本に住んでる中国人のことか？彼らはもはや、外人って一言で表せないぐらい多様になってきているんだ。俺はもう、外人って言葉には、うんざりなんだよ。外人って言ったらもっと外にいる人っていう状態、同じ仲間感はそこにはない。その言い方には、そういう言い方をしたらまあ炎上するのは目に見えているというか、こう問題化するなって思う。外人って言われる言葉っていうのは今揺らいでいる状態っていうのは常に起きている。今すぐお前の視聴者に謝れ。そして腹を切れ。切腹だ。ちょっと待ってよ。日本国籍を持ってない人だけを外人って言ってるだけなんだよ。そこにね、差別や軽蔑はないんだよ。悪気はないんだよ。悪気がなきゃ人を殺したっていいのかい？ん？悪気がなきゃ何を言っても許されるっていうのか？一体いつまでお前はそうやって自分の愚かさを正当化するつもりなんだ。俺別にそんなつもりは。だったらなんでお前さっき外人と会ったって言ったの？日本人と会ったら日本人と会ったって言うか？あ？人にはそれぞれいろんな特徴や性格がある。日本人にも外国人にも。それをお前は外人って一言で片付けやがって。なぜその人個人を見ようとしない？なぜいつもそうやって一括りにしようとする？でもそんなこと言ったらアメリカだって、アメリカ人だってよくアジア人、白人、黒人って人種で一括りにしてるじゃない。どうしてお前ってやつはそうやっていつも他と比べたがる？日本は日本、アメリカはアメリカだ。もういい加減そうやってよその国と自分の国を比べるのはやめろよ。いい加減認めろよ、お前は間違ってるってことに。お前の言ったことは決して許されることじゃない。俺だって。いいか、のび太、よく聞け。これからの時代、少子化、高齢化はどんどん加速する。日本はもはや俺たち日本人だけじゃやっていけない。いろんな外国人がもっともっと日本には必ず増えるんだ。嘘だろ、そんなの嘘だろ。恨むんならな、政府を恨め。少子化を加速させたあの国会の政治家たちを恨め。何にもしてこなかった岸田総理を憎め。俺は受け入れられない。日本が生き残るためには俺たちにはもう選択の余地はない。もう時間がないんだ、分かってくれ。そんな、でもそれじゃあ日本の文化は、伝統は、日本が日本じゃなくなっちゃうよ。俺だって辛いさ。だがもう受け入れるしかない。俺たちに選択の余地はないんだって。キャッカー。希望をなくした俺は
親父の親友に助けを求めに行った。俺たちに選択の余地はないんだ。I think it's kind of at a breaking point where something needs to happen. I'm not saying immigration is the answer, but I think a certain amount of globalization is inevitable. You have to be global to a degree. Well, government said they're going to increase the birth rate, so maybe we don't have to rely on... Well, they've said they're going to increase the birth rate for 30 years now, probably. It just gets worse every year, so I don't know if we can trust politicians to fix that. どうすればいいの？のび太、お前なんか勘違いしてないか？日本に外国人が増えていくことは必ずしも悪いことばかりじゃない。むしろ良くなっていく可能性だってあるさ。先輩、希望あふれる国をこれから作っていこうじゃないか。俺たちが生きている限り日本は終わらないさ。絶対に終わらせない。